デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。お、普通ですね。はい、大丈夫ですね今は。お、薬が効いてる。うん、うん、痛み止めルクトプロフェン。ルクトプロフェン、かなり優秀だ、はい。ということで、このコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいとちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。ぜひ投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回は YouTube 動画サバゲー変わったルール、面白かったルール、デメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。中野美さんからのコメントありがとうございます。今回の話とても面白かったです。そういう大規模攻防戦サバゲー企画していただけませんか。ゲーム30分のうちで15分で途中復活を入れるとか、ただしハンドガンとか動きのみとか、命令できる人もしくは暴言家の人を主催者側で指定するとかすれば、ある程度は今風に管理できる気がします。さて、今回のお話の中で、昔はサバゲー参加者が多かった 200VS100 というくだりがありましたが、現在のサバゲー人口はどのくらいとお考えでしょうか。個人的には10万人ぐらい、有名サバゲー YouTuber の登録者数より少し少ないぐらいがサバゲー人口かなと考えています。もう少し多いのかも。ご意見いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい、どうなんだろうね、サバゲー人口か。まあでも10万ぐらいっていい感じなのかな。サバゲーをしない人だとやっぱ 40-50万人、こうユーザー層はもちろん、いらっしゃるんじゃないのかな。サバゲーだけじゃなくてエアガンとかお座敷シューター、まあ、飾ってるのが好き、そう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 、まあ、モデルガン系とかね、いろんなの合わせるともっといると思うんですが、サバゲーだけだとそんなもんなんですかね。かもしれないな。10万人くらいかな。10万人ぐらい。全くデータの根拠のない話をしてます。感覚的な話。うちのチャンネル登録数の数でいうと8万の方が登録を今いただいてたとすると、多分その中の1万人ぐらいかな、1万か2万人ぐらいまでがサバゲーマーかなっていう感覚なんだよね、割合的には。その他で、まあ、エアガンが好きな人と、そう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 、まあまだ分かんないけど登録した人もいるかもしれないし、これからだからっていう。シューターはあんまりないかな、うん、うちはね。あとはそのデメさんを狙ってる方とかいらっしゃるかもしれませんけど、うん、どっちの意味かな何パーセントかの方、あ、何パーセント、何パーセントかの方の、は、うん、デメさんを狙ってる方がいらっしゃるかもしれませんので、ね、女性か男性かの比率で言ってもやばいんですよ、うちは。そうですね、圧倒的に男性ですよ。男性なんですよ、だから男性の中でデメさんを狙ってる方も何パーセントかいらっしゃるはずなんで。ゼロとは言わないと思いますよ、はい、私もそこは理解しましたよ。ゼロとは言わないから、少なくても1ぐらいあってもおかしくないなと思ってはいるわけですよ、うんうん、確かにね、と、うん、パーセンテージで言ったら、割合で言ったらその可能性はあると。そう、あの異性として見てるじゃなくて同性の彼氏として見られてる方もいらっしゃるかもしれない、はいはい、結構です前もって言っといた方がいいよ、はい、ちゃんと、はい、そういう私もそういう気はございませんので、あ、別にそういう方を否定するわけじゃないですよ、うん、それは自由ですから、ね、最近の LGBT とか ね、ジェンダーうんたらかんたらっていうのもいろいろありますけれども、そういうの関係なしに別にね、お友達としては別に問題はないですよね。そういう関係にはならないということです。そうです、そこは僕らはノー、はい、っていう勇気は持とうと思ってます、はいはい、僕はなんかこの前どっかでも言いましたけど、気をつけてるのはやっぱ後ろからドスッと刺されないようにだけは気をつけてます。刺されてしまえばいいのに、チキショー、デメさんをいじめるなとかね、やっちゃってくれよ、大輝をいじめるなとかね、マガッパをいじめるなとか、トモちゃんをいじめるなってね、ドシッって俺やられるかもしれないからいじめてねえよって言いながら
まあ、動画に出てるだけでいじめはほぼないんだけどね、うん、それだけスポットは浴びせさせるっていう。銃置いちゃってるぞ、持ってっちゃっても大丈夫です。はい、だからゲーム人口って結構案外思った以上には多くはないんだよね。サバゲーやってる人って意外と少なかったりするんだよね。千葉だけで週末何千人かいますからね。そうだね、おそらくね、週末で全部のフィールド合わせていくと多分2000人、3000人ぐらいかな、は週末だけで遊んでる人が千葉だけでねいると思うんですけど、それを全国的に言うとどうなんだろうな。 もっともっとちっちゃくなっちゃう場所もあるんだろうね。その週末だけで7000人、日本全国5、6000、7000ぐらいの人は多分土日合わせたらいろんな全国のフィールドだと多分週末だけはそのぐらいの人数いるんじゃないのかなと思うんですけど、まあね、ちゃんとしたデータ自身がね分かんないですからね。分かんないよね。でもそういう手挙げてっつったってね、わかんないですよね。大規模戦闘がしたいっていうのは最近難しくなってきたよね。これには理由がもちろんあって、サバゲー場自身がねいっぱいあるから、皆さんの好きなところが、ホームフィールドに行くから結局はそうなってきて当然なんですよ。昔はなかったからあそこ行くしかないよねっていうから大規模戦闘に基本的になったわけですよね。じゃあここで大規模戦闘をする方法はもう一気にみんなその日休んで大規模戦闘で、千葉だけでフィールドのもうその売り上げのマージンを分けますからみたいな感じで一気に集めるとかしない限りは難しいのかな。まあでもこれあれよね、30分で15分途中で復活とかってやってるとこも多分普通にありますし、暴言化というか命令できるやつ今度ね、15日ですか、うん、やるのもバトルスタイルね、そういうゲームですよね。そう、命令、うん、指示できる人を限られるっていう、分隊ごとに分かれてチームごとに分かれてみたいなイベントなんで、企画僕らがしなくても結構ありますよね、いろんな、まあそうだね、やり方のゲームが。バトルスタイルはもろそうだしね、もう終わっちゃってんのかなこれは。あ、でもこれ今ここから始まるから先に上げるから、うんうん、だからそれにちょっと体験して、今度200人規模ぐらいだもんね今度やるのは。なんでまあなかなかね、300人でサバゲーできるフィールドっていうのがね今は厳しいですけど、どこも全部ぶっ通しだと本当ユニオンさんクラス使わなきゃいけないのかなと思うし、そうだね。でも最大入って800人入ったっていうのがユニオンさんが持ってるんじゃなかったかな、それぐらいの記録が800人で、周年でも1箇所じゃないもんね、こう分けながらこう全部通してなかったはずなんだよね。まあでも案外サバゲーにはならんでしょうね、逆にそうなっちゃうと。もうなんか向こうでわちゃわちゃしてる、こっちはなんか別のことやってるみたいになっちゃうから、サバゲーを純粋にやるんだったら本当僕らのやってた場所だと200人ぐらいがちょうどよかったのかな。300人いくとやっぱ多いなと思いましたし、デコボコ？いや、デコボコ。あ、そうね、300いくとかなり多い、多くてこうなかなか僕らの説明が行き渡らないことが結構あって、何始まったの、いつ始まったのみたいなのを結構言う方もいらっしゃいましたし、まあね、うん、300人いるとそうなるからね。だから今100人200人ぐらいだとなんか可愛いものみたいな感じするもん。100人100だと本当に、あ、いっぱいいるけどまだ会話が通じるなっていう、うん、もう集団になっちゃったら無理だよね、あっちでゴソゴソ、こっちでゴソゴソって会話してると。まあだからそういうイベント探してみるといいかもしれないですよね、うん、まあ結構大きなイベントも今増えてますから、ね、ビッグゲームなんか自分の好きなこのルールだったりとか、なんかそういう企画だったりとか探して行くのもいいですしね。 あとはまあデメチ祭りカップもね頑張りたいなと思ってますけれども、これはサバゲー大会じゃないですからね。はい、ええ、お祭りなんで、地祭りなんでね。はい、サバゲーはそんなにしないと思ってきてくださいね、やる場合は。うん、うん、なるほどね。どちらかというとみんなで交流を楽しもう、ね、交流ね、ええ、うん、普段ねなかなかこう会えないとか一緒に、サバゲできないなんて方もね来ていただければ、うん、まあ、遠方からの人がもし可能であれば、うん、サバゲはちょこっとしかやんないですけどね予定では、ね、もう
そうですね、3ゲームやったら御の字みたいな、うんうん、それもちょっと企画ものの多分サバゲーだと思うんで、まあ、もしかしたら別枠でやりたい人はじゃあこっちでやっていいよっていう、サバゲー一日中やってるとこもあるかもしれないですよね、はあ、うん、どうしてもやりたい人はそっち行ける、こっちは企画ものだからいう感じでやりたいと思っておりますんで、ちょっとその辺もね、視野に入れて、楽しみにしていただければと思いますが、まあサバゲ人口、うん、どんどん増えていってもらえればね、そうですね、僕らもガップガップと、いうことでね、僕らの未来のためにね、お金をガップガップと、うん、1人1円でも10万人いたらね、そうなんですよ、うん、それがねどんどん10万円になります、なりますから、大事なことですよ1人が100円って1人が1000円って言われてね、どんどん大きくなってるな、ね、うん、はい、100万円が100万円1億と、いやありがたいですね、そうなっていただけたら、数の暴力ってありますね、はい、ということで参考にしていただければと思います、ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。